はい、皆さん、こんにちは、えー。ルートチャンネルです。えー、それでは今日もね、えー、ルートの解説動画いきたいと思います。えー、っと、まあ、前回に引き続き今回も、まあ、フィッティングをしていこうと思うんですけども、まあ、今回もその、なんだろう、まあ、フィットというよりは、フィットをするための、まあ、あのより、まあ、よりレベルの高いテクニックを少し紹介したいなと思います。ではまずは、またいつも通りちょっと、 マクロを動かしてみるんですけども、はい、ちょっと見てください。の上の図はちょっとこれ、一旦無視してください。後で説明します。はい。下の図をまた見てほしいんですけども、例えばこんな感じの,そのえっとヒストグラムがあったとします。データがあったとします。で、今までは結構きれいなあのねガウス分布をフィットしたりしてたんですけども、実際データを取ってみると、実験をやると、 あのこういう見たい信号とは別にあのバックグラウンドがこうやって入ってきて重なってしまうということがやっぱよくあるんですよ。はい、逆に綺麗な信号、見たい信号が綺麗に信号だけがピッて出てるっていうのってまあまあないんですよ。はい、実験してるとこうやってその信号とバックグラウンドが重なってしまうってことがやっぱよくあります。そうなるとこうやって フィットがうまくでできないんですよねこうやってガウシャンでフィットがうまくできなくなっちゃうんですよ。はい、それで,、えっと、で、どうするかという話なんですけども、これも実験をやっているとあの、まあ、よく分かるんですけども、まあ、実際実験をやるときはそのいくつかの検出器を組み合わせて、それでデータを取るんですね。 で例えばあの、とある検出機、まあ検出、ディテクター1としましょう。ディテクター1ではあのうまく分けられなかったとしても、別の検出機、まあ、例えばディテクター2を見てみると、あのうまくそのシ、信号とバックグラウンドでうまくその差が出て、分けられそうだと。ディテクター2の情報を使って、あのシグナルとバックグラウンドを分けて、それをあの見たいと。 それで、それで分けた後で、ディレクター1の情報を見たいと。いう話をちょっと、そういうときの話をちょっとしたいと思います。はい。では、ちょっとあの、コードの中身をお見せしたいと思います。これは簡単で、まだ二次元のヒストグラムですね。th2d で作ってます。はい。 でシグナルとバックグラウンドそれぞれあの、まあ、ガウス分布あの、えー、G ランダムガウスで作ったものです。別に何でもいいんですけども、まあ、あの今回はあの分かりやすくするためにはっきり分ける、X ではかぶってるけど、X、つまりそのディテクター1、あの検出器1の情報では、あのシグナルとバックグラウンドはかぶるような分布になってるけど、Y の方ではきれいに分かれるような分布を作っています。 それで、えー、っと、これは新しいやつが出てくるんですけど、プロジェクション X っていうのが出てくるんですけど、これはどういうことかというと、えー、っと、まあ、もう一回図を見せて説明すると、えー、っと、プロジェクションっていうのは何とでも投影ですかね。はい。あの、この図を、この二次元の図をこの X 方向に投影したときの、あの、ものです。ちなみに Y 方向に投影したい場合は、プロジェクション Y と、えー、すればいいです。はい。 こうやって X 方向に投影すると、えー、とこうやってバックグラウンドと信号が重なっているので、あのまあ、こういうふうな重なった分布になりますよね。で、えー、とバックグラウンドとシグナルを分けたいと。あのディテクター2の、えー、と Y 軸の情報を使ってバックグラウンドとシグナルを分けて、 それで、えっと、X 方向に、えっと、投影したいというときは、えっと、ここにあるような、はい。この、一緒なんですけども、これ、プロジェクション X は一緒なんですけども、ここにその、えっと、瓶の番号をセットしてあります。えっと、要は、この、何番目の瓶から何番目の瓶までを、まあ、切り取って、えっと、X 方向にプロジェクションするよと。 えー、いう話ですちなみにこさっきみたいに何も入れなかった場合は特にあの範囲はなく全,全てが、えー、プロジェクションされると、はい、でちなみにそのややこしいのがその数字じゃなくて要は Y 軸の数字じゃなくて Y 軸のビンの番号を入れないといけないんですよなのでビンの番号を探したいときは、まあ、こうやって FindBin、えー、Y 軸の ビン番号を探したいので、ゲット Y アク i スとやって、その後にファインドビンとやってやるとで。今回だったら0から4までの部分を切り取って、X 方向にプロジェクションしたいので、こうやって0のビンの番号と4の、の Y が4のときのビン番号をこうやって取ってくることができるとで。こうやってプロジェクションしてやると。そしてやってやると、 はいどううでしょうこのようにきれいにあの0から4までここだけを切り取って、えー、プロジェクション、えー、したのでこうやってきれいに分けることができましたねそしてきれいにガウスでガウシでフィットすることができました、はいまあ、こうやって、あのーまああのー、いくつかの,、ね、あの検出器の情報を組み合わせて信号を取っていく、えー、バックグラウンドを除去して信号を取っていく っていうのは、まあ、実験をやってくるとあの必ず使う手,、えー、手法で、でこのときにはこういうプロジェクションとか、はい、あのこういった機能を使ってフィットしていくこともよくあると思いますので、今日は紹介しました。はい、それでは、ね、えー、今日はこの辺りにしたいと思います。はいそれでは